さんと僕でマウスンとで、ちょっとお話をさせていただくことになりました。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします、マウスン。はい。ね。アニメが約束の場所をですね、君と会える約束の場所のアニメが7月に公開っていうことなんですけど、うん、それについてご感想などいただけたらと思います。そうね、ようやくなんかねだって去年の年末大晦日はギリギリまでまず朗読をさせていただいて、で今年に入ってから皆さんとね顔合わせをして吹き替えをしてね、ようやくやっとなんか出来上がってくるっていうので非常に楽しみですね。はい、僕もとっても楽しみです。たけるくんの声などをやっていただいたんですけど、うんうん、その感想とかアニメの内容に対しての感想とかいかがでしょうか。そうね、もうほんと刻々とこの今ご時世世の中がね変化していく中で不安なこともいっぱいあるんですけれども、その中でなんというタイミングにこの映画が世に出ていくのかなって、そうですね、うん、すごい、僕もすごく同じこと思います。ですね、本当に本当に人類が戻らなきゃいけない愛の世界にね、一つの世界に戻っていくという、これがもう理屈じゃない、もう私たち活字や何かね耳に今までもしてきたことかもしれないけれども、アニメという映像に乗っていくっていうことがもう非常に重要だと思うんだよね。わかりやすくて綺麗な映像と綺麗な音楽と、そして清らかな吹き替えの先生方のお心も乗ってですね、はい、世の中に今本当に、マースさんのねこの作ってくださいました世界を、発信していけるのは非常に喜びでございます。このアニメを世界に広げたいと思っていただいたということなんですが、うん、それはなぜでしょうか。そうね、もう本当に、まあ、今いろんな社会問題があって、一つの家族を見てもね分離しちゃってたりするんですよね。で本当に悲しい物語がね巷に溢れてるんですよ。で私の友達だとかいろんなところでも身近なところでねそんなことが起こってて、だからこそ今本当に本当の私たちの、魂が生まれ出た最初の原点に戻っていくってことがとても重要で、それでまあそれを世界にね発信することで何かこうポンとこうたれびをポンと投げかけるじゃないですけれども、くすぶっていたもう消えかけていたこう命魂に何かもう一度光をね届けるような感じになっていくんじゃないかなと思っています。それはすごい素晴らしいですね、うん、僕もそれを望んでいます、うん、そういう、はい、すごく望んでいます。マスミさんが歌っていたテナの歌も本当に僕は好きです。すごく綺麗で純粋な感じで、なんか透明感があって、なのに強さがあって、本当に好きなんですけど、マスミさんはどのように感じていますか？そうね、もう本当に神様の夢と君と会える約束の場所っていうね、2曲を、まあ、劇中でこうティナが歌う曲をですね、歌わせていただいてるんですけれども、本当にね、もうこのオーケストラのこの演奏とマースさんのこのね音楽がもう本当に私もね自分で歌うのが忘れてしまうぐらいにいつもね聞き入ってしまうぐらいにね、でも本当幸せです。歌えるっていうことがね、歌好きだったけれども歌手でもないし、なかなかねこんなチャンス発表する場ってないんだけれども、そんな私なんかでもそういった歌わせていただけるっていうのは本当にね、言葉では表せないほどね、実はめちゃめちゃ幸せなんです、ね、素晴らしいご感想です。嬉しいです。ありがとうございます。マースンも映画出たんだよね。はい、僕もマースンとマースンのままで皆さんに、人間さんたちに伝えたいことを伝えさせていただいてます。そうなんだ、はい、マースンはマースンのまま、みんななんかそれぞれのままっ
で存在してるよね。そうですね。この物語に出てくる、人物はみんなそのまま自分のままで出てるよね、はい、それが本質のままの自分で、自分じゃない自分で、そのままでいることが、一番美しくて、愛しいということをみんなに知ってほしいと僕は思ってます。そうだね。なんかそう生きられたら本当に力が抜けるし、いい意味でね、で生きやすくなるし、人にも優しくなれるし、何よりも大切なことを思い出せるよね、一つの愛っていうところをね、はい、皆さんにその幸せを感じていただきたいですね。ね、マースン、原村にちょっと来てたよね。はい、とても楽しかったです、本当。でも時々、しじみって言ってたよね、夜ちょっと寂しかったから、また神戸来たよね。そんな感じです、ちょっと恥ずかしい、マースンもお役目が大きいですからね。はい、ね、またしじみちゃんの元でぜひぜひ多くの人にまたメッセージを届けてください。はい、頑張ります。はい、また娘さんのとこにも遊びに行きたいです。うん、来てください。はい、ね、みんなで待ってますからね、はい、すごい楽しかったですね。原村にいる皆さんや子供たちに会えてすごく僕嬉しかったですみんなありがとうまた会いたいです。また遊ぼうね。ね、わーいちょっとふざけてみました私も昔ね、役者をしていて、しばらくお休みをしていてね、で久しぶりにこのたけるくん役をいただいて、その台本を読んだ時にもう魂が震えたんですよね。こんなセリフを、まあ、私がこう語る日が来るだなんてって、本当に奇跡に近いっていうかね。私がまあ芸能界というところをちょっとやめてみて、で私が追求したのが本当の自分に帰っていく、本当の愛の世界を作っていきたいっていうのはおこがましいけれども、少なくとも自分の生きるその命を、その愛の世界を何かね作っていく方向に使いたいっていう思いで一心でね、生きてきて、でその今回昨年2020年末ですよね、このお話をいただいた時に、まだまだ私の中ではもうちょっと本当の自分になりきれてない自分があったんだけれども、でも台本読んで、そして物語をね語らせていただくこのプロセスで、本当に私自身があの約束の場所に帰ってこれた、そしてそこで生きていいんだっていう、何かそんな許可をねこの作品にいただいたし、でこれを見る方々にもぜひね、っていうか絶対それを感じると思うんですね。みんな実は魂は記憶があって、何かになろうとかそこへ向かおうじゃなくて、もうそこにあるっていうかね、愛のその世界、自分の胸の奥にあるその本当の世界を許すっていうのかな、もういいんだよって、余計なもの、自分じゃないものを手放しちゃっていいんだよってね、なんかそんな許可を得て楽になれる映画じゃないかなと思うんですね。だからぜひぜひ今こそ本当に本当に一人一人の魂に届けたい、そんな思いです。なので先生方とのねコラボレーション、みんなでの機会がね、本当に楽しみなんですね。ですので皆さんも家族でぜひ見ていただけたらと思います。楽しみにしててください。じゃあね、マース、またねって。バイバイ。みんな見てね。マース、そうそう、最後になっちゃったけど、このストールをね、今回、はい、マースさんに、お父様にいただいたんですよ。で今日着てきた私のこの洋服がこの色で、もうこのシンクロにびっくりっていう、こういう奇跡が起こるんですよね。なんか深い深いところで魂で一つの中にいると、本当にもう、ね、不思議なことでもないんだけれども、こういうことがいっぱい
ぱい起こります。本当の幸せな世界に戻っていけるので、ぜひぜひ、ね、見てくださいね。素晴らしいですね。素晴らしいです。本当に楽です。幸せです。じゃあね、バイバイ。幸せになってください。みんなでなろうね。